ディスクールは言語、文化、社会を論じる際の専門用語としては書かれたことや言われたことといった言語で表現された内容の総体を意味する概念である。英語ではディスコースが相当し、日本語では違約して建設の語を当てることが多い。当初は言語学において考え出された概念であったが、ミシェル・風ー,ーの言葉と物を及び知の考古学を経て哲学や 社会学でも用いられるようになった。批評用語としてのディスクールは風光が託した意味を引き継いで使われることが多く、単なる言語表現ではなく、制度や権力と結びつき、現実を反映するとともに現実を想像する言語表現であり、制度的権力のネットワークとされる。フランス語における意味は、物事や考えを言葉で説明することであり、 フランス語の普通名詞としては、演説、論述などの意味も持つ。しかし、日本語において、ディスクールが使われる場合は、ミシェル風向的な言語表現の相対を意味することが多い。風向によれば、言語によってなされた個々の表現は、エノンセと呼ばれ、ディスクールはこのエノンセの相対である。そしてディスクールは、無意識のうちに、制度や権力と不可分に結びついており、抑圧、 排除、差別などといった制度的権力の構図を内包している。また、ディスクール自体は多くの人間による原表の集合であるために個々の原表における作品性や著作性といった要素はあまり問題とされない。これに対して、ユルゲン・ハーバーマスは理想的な対話状況によって権力性を切り離すことが可能であると説いた。また、イドワード・サイードは オリエンタリズムに関してはという限定の上ではあるが、ディスクールに著作家自身の特徴を見て取れると、著書、オリエンタリズムで主張している。ありがとうございます。